新型コロナウイルス感染症にかかった場合や、不安な場合の受診・相談方法についてご説明します。1. 新型コロナウイルス感染症の症状がある場合と、2. 症状はなくても不安がある場合の2つに分けてご案内します。1. 発熱、咳、だるさ、頭痛、喉の痛みなど、感染が疑われる症状がある場合、外出を控え、早めの相談が必要です。まず、かかりつけ医に電話で相談をしてください。かかりつけ医がいない場合や、どこに電話をしたらいいかわからない場合は、山梨県新型コロナウイルス感染症受診・相談センターに電話で相談をしてください。24時間相談を受け付けています。次に、相談をした結果、感染の疑いがない方は、自宅で安静にしてください。感染の疑いがある方は、新型コロナ対応の医療機関を受診します。受診し、陽性と判断された場合、入院または宿泊療養、自宅療養となります。陰性または検査不要と判断された方は、自宅で安静にしてください。2. 症状はなくても感染の不安がある場合。まずは、山梨県新型コロナウイルス感染症受診相談センターに電話で相談をしてください。相談をした結果、感染の疑いがある方は、新型コロナ対応の医療機関を受診します。また、ご自身で検査キットを持っていて検査をした結果、陽性の場合も医療機関を受診します。相談した結果や検査キットの結果が陰性、感染の疑いがない場合は、自宅で安静にしてください。医療機関を受診して陽性と判断された場合、入院または宿泊療養、自宅療養となります。陰性または検査不要と判断された方は、自宅で安静にしてください。引き続き、感染対策へのご協力をよろしくお願いいたします。